んにちは、ゾシンです。今日は100均に売ってあるジオラマシート波を使って簡単なジオラマを作っていきたいと思います。完成したらこんな感じになりますので、最後まで見ていただければと思います。このジオラマシート波ですが、開封するとこんな感じになっています。シート自体は透明で好きに加工できます。今回は同じく100均に売ってあるこのディスプレイケースを使って簡単なジオラマを作っていきたいと思います。まずはディスプレイケースに合う形にこのジオラマシートをカットしていきましょう。100均の事務用品のところにあるこの切るやつですね、直線をカットする際には結構使えますので、皆さん持っていて損はないかなと思います。適当な形に切り終えたら着色していきます。今回も U35 の絵の具を使ってこんな感じに適当に塗ってあげます。ジオラマシートは白でドライブラシしてあげることで、こんな感じで波を表現してあげることもできます。ベースが黒なので、それが見えないように青と黒と緑を混ぜて適当に粗く塗ってあげる必要があります。ちなみにこちらのジオラマシートの方もですが、少しこうやって斜めにすると波が見えるかなと思うんですが、白いドライブラシが、やりすぎて目立たないようにしてあげてください。それではこれを貼り付けていきます。今回使用するのが木工用ボンドだったのですが、こちらを使用するとこんな感じになって全く乾かなくなってしまいましたので、やり直しですね。ちなみに今回のジオラマはスーパーマイクロシリーズを使っていきます。昔に販売された300分の1の0線とかのシリーズですね。こんな感じでいろんな種類が売ってありますが、現在市場では見かけないので、ヤフオクとかメルカリとかで手に入れる必要がありますね。この中から0線の22型を使っていきたいと思います。組み立て自体は割愛していきます。塗装と腐り切ったデカールを貼り付けてあげるとこんな感じに仕上がります。デカールはマークセッターを使ってあげることでなんとかひっついてくれる、そんな程度になりますので、どんどん使っていきましょう。この中からジオラマに使う機体を選別していきましょう。スペース的にも0線は3機あれば十分でしょう。瞬間接着剤しか勝たんということで、やり直したこのベースの接着ですが、やっぱり少しボンドの白いのが残ってしまってますね。はい、ということでジオラマシートを使うとこんな感じになります。ここに透明ランナーを伸ばしたもので航空機を飛ばしていきたいと思います。大体位置的にはこんなものですね。伸ばしたら強度が極端に低くなってしまったので、ちょっと太いんですけれども、そのまま接着していきたいと思います。1機目がこんな感じですね。まっすぐ置いても面白くないので、旋回している軌道を描かせた2機目と3機目も用意していきます。そこに尾翼が足りなくて撃墜されたエフェクトをつけた試練ですね、それも取り付けていきたいと思います。急激にジオラマの雰囲気が怪しくなってきました。各機の配置はこんな感じです。高度が足りない分どうしてもこうなってしまいますね。これだけでも十分かっこいいんですけれども、敵機がいないのでちょっと加工していきたいと思います。さっきの透明ランナーのかけらを伸ばしたこの伸ばしランナーに金色を等間隔に着色したものと、綿をよじったやつですね、それをいくつか用意します。丸くまとめた綿は黒いスプレーを塗布してあげることでこんな感じになります。ここからは瞬間接着剤をゼリータイプに切り替えて作業していきたいと思います。尾翼がもともと封入されていなかった試練のこのパーツがないっていうところを隠すために、撃墜されている様子を再現してしまったがためにですね、対空砲火にさらされているゼロ戦のジオラマに様変わりしてしまいました。水の柱だったり対空砲火だったりっていうのは綿でこんな感じで再現してあげることができます。なかなかそれっぽい感じに再現されているのではないでしょうか。必ず機銃操作をされている向きっていうのは一方向にしてあげるようにしましょう。ということで完成画像を見てみましょう。なんとも圧巻のジオラマができてしまいました。もはやこれ主人公は100均のジオラマシートじゃないですね。対空砲火をくぐり抜けるゼロ戦たち、シルバーのドライブラシによりハゲチョロを再現することができています。旋回軌道を描くゼロ線もいいアクセントになっています。元から尾翼がなかった試練はウェザリングをしっかり目にしてあげています。
300分の1スケールならではの再現ができるこのコレクションケース、使い方によってはもっといろいろと楽しめるかもしれません。今気づきましたが、造装をつけたままこんな戦闘するってことはないですよね。あー、ここミスってますね。後ろから見るとこんな感じ。心の目で敵目標を見てみましょう。墜落していく試練のアップ、ここからは画像だけをお楽しみください。ということで、今回ジオラマシートのレビューでした。いかがだったでしょうか。使い方によってはなかなかいいマテリアルになるかと思いますので、ジオラマのアクセントにレジンを使うまでもないなっていう時は使ってみてもいいかもしれませんね。それでは次の動画でお会いしましょう。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。